高めのフォアボレーをストレートへ決める。そのボールの横側を見てあげるようなイメージで。はい、こんにちは。テニスライズの川井です。今回は、高めのフォアボレーをストレートへ決めるというテーマでお話をしていきたいと思います。 このやはり高めのフォアボレーっていうのはまあ自由度が高いわけですね。でまあ決まりやすい部分があるんですけれども、ただそのストレートで決めるというのは結構ですねリスクも伴うわけですね。多少やはりずれてしまうとサイドアウトしてしまったり、ネットにかけてしまったりということが往々にしてあるポイントではあるので、しっかりとポイントを押さえて、 下口ストレートにオープンコートもしくは相手の前衛にめがけて打てるようにご紹介をしていきたいと思いますのでぜひ参考にしてください,いはいまずはですねボールの横側を見るとというところになります、まあ,あのちょっと抽象的な表現になってはいるんですけれどもやはりそのボールが来る 時にストレートに打つということの中で正面で見すぎてしまうとストレートに行きづらいんですね。クロスの場合だと正面でこうやって引っ張ればクロスの方向に行ってくれる多いんですけどストレートに関してはやはりボールに対してちょっと横に入るという意識が必要になってきます。 でその横に入るという意識の中で、そのボールの横側を見てあげるようなイメージで入っていくことができるようになると、そのボールへの横の入りというのがしやすくなるわけですね。なので、ただ正面に見るというよりは、早くボールの横側を見てあげるというようなイメージを持ってあげる。 ということが、ストレートへのしっかりと、フォアボレーで、ストレートに打つためのポイントとなっていきます。これ、あの、スマッシュでもそうなんですけども、正面で見るよりは必ず横で入るというのを意識すると、それだけしっかりスマッシュもできるようになりますし、ある程度そのボールの横に入ることを習慣づけることによって、実際ストレートにも打てるし、まあそこから体をちょっと開いて、クロスにも打てるようになりますので、ここのポイントをちょっと意識してやっていきましょう。 はい次にですね立てたラケットを下前スライドと書きましたでこれはやはりそのラケットをしっかりと高いところで上から打ち下ろすためにはやはりラケット自体がしっかりと起きている状態を作ってあげるということがしっかりと抑えるためにはポイントになるわけですね当然こう寝てしまうと力が入りづらくなって脇も空いてしまいますからできれば脇が軽く締まった状態でラケットが起こせることによって でしっかりと上から押さえ込めるる力が伝わるようになってきます。そしてこの下前ですね要はこれを前すぎて打ってしまうとクロスにしか飛ばなくなってしまいますから先ほど言ったようにこの横顔を見てあげて下前にスライドすることによってまっすぐ飛ぶようになっていきます。それと その自分の打ちたい方に対して体がいけた方が、やはりストレートにはコントロールもできるし、パワーも出るようになりますから、あまりその場でこういう風うではなくて、少しこう前へ向かって打ちに行くということを意識して、この横側を見るところから、上から押さえてあげるというイメージを持って、ちょっと打ってみてください。 はい、次にですね、前へステップをは、下へ沈むですね。これは、ちょっとまあステップの話にはなるんですけれども、前へステップ、要は立てたラケットをこの下前にスライドしていくときに、前へステップをしていくということが、より、 ボールにパワーを出してあげることになります。速くないボール。要は自分のある程度余裕がある時には、やはり自分から力を出すために前へステップした方がいいわけですね。要は高いボールでもちょっと速いボールに関しては、前へ行ってしまうと押されやすくなったり、ちょっと孵化してしまったりっていうことが抑えきれない場合があるわけですね。そうすると、この下へ沈むという動作。 にな,ってきますなのである程度その速さが出てくると前というよりはちょっと下にその場でいいのでちょっと沈むイメージをすることによって速いボールをしっかりと上から押さえ込めるようになりますで沈む動きというのはちょっとボールを殺す動きになってきますから速いボールに関してしっかりとちょっと抑え込むイメージっていうことになりますなのでちょっとそこでステップを分けるということですね。くくないボボーールルはちちょっと自分からボールを打ちに行くと ある程度早めのボールに対してはちょっと自分が下がってあげて抑え込んであげるというこの2つのステップを分けてあげるということでちょっと練習の中で,ですね自分がいけるときいけなくてちょっとこう抑えなきゃいけないときっていうのをしっかりと練習の中で分けてやっていきましょうはいでは実際打っていきたいと思いますまずはですねやはりそのボールの横側を 見てあげるというイメージですね。やはりそのボールに対して横に入ってあげる感覚をしっかりと作ることが重要になってきます。それと、立てるですね。まずはやはり立ててあげないとしっかり抑え込めないので寝てる状態よりもしっかりとラケットが起きてて上から入るセットをしてあげるということですね。それがまず二つ大事になります。 でもう一つは、ステップ。前に行くステップと、あとは、ちょっと下ですね。に、しっかり押さえ込むステップ。この二つをしっかりとできるようにしてあげる。その時に、やはりその、体が上がるという風になってしまうと、要は力がロスしてしまいやすいですね。なので、上がるというよりは、ちょっと沈む。要は、前のまっすぐのスライドか、ちょっとしっかりと下に押さえ込むような動きというのを、ちょっと意識して、打っていきましょう。 ちょっっと打っていきますねまずは来た時にしっかりと横側を見てあげる横側に入ってセットをしてあげるってことですねしっかりとボールの横側を見ながらラケットが立ってるようにこうではなくてですね寝てしまうと力が入りづらいわけですねしっかり立てる立てて要はこういう入り方を意識して 見てください。ずっとスライドをしていく中では、自分のグリップが常に下に向かって先行しているように、ということですね。それと、自分が今ちょっとやってますけど、やはりちょっと沈み込むぐらいのイメージで行くと。前なのか、それともちょっと早いボールであればその場でいいので、下に沈み込むということをしっかりと意識してあげることで、 抑え込めるようになりますから、そこのやはり高いところをしっかりと押えて、上から押えてあげる。要は、こういう動きですね。最初浮いちゃダメなんですけど、浮かない中でより沈んであげるということを目標にしていってみます。高いボールだからといって、こう引き継いでしまうと遅れてしまいますから、必ず前。セット自体も前だし、打点自体も前でしっかりと 抑え込めるようにしていくっていうのが一つの高いところを確実にストレートに決めるためのポイントになっていきますのでそれができるようにしていってみてください。特に高いボールで後ろになるとどうしても決めにくくなるのでやはりちょっと前目でしっかり打つことが重要になりますね。より自分のネットに近いところ近いところで高くなれば チャンスボールになりますから、もし高いところでも後ろであれば、やはり繋ぐことが必要になっています。ネットから離れば離れるほど下に打ってしまうと、ネットしやすくなりますんで、まあ距離的に少し長ければ運んであげる。で、もう一歩前に入って 上からのボールをしっかり押さえる。という流れがうまくできるようになると、より決めがしっかりとできるストレートへのハイボレーが打てるようになりますから、そこをポイントとしてしっかりと練習を重ねていきましょう。 はい。今回の動画はいかがだったでしょうかコメントはすべて見させていただいて。 おります。高評価やコメントをどんどんいただけると嬉しく思います。また、質問とかですね、わ、えー、からないこともどんどんコメントをしてみてください。このチャンネルは一般テニスプレイヤーの方にテニス上達のポイントだけではなく、ためになる情報を発信していますので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。現在、4万5千人の方に登録をしていただいて、見ていただいております。 まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録のボタンを押していただいてその後に隣のベルマークが出てきますからそのベルマークを押していただくことで最新の通知が来るようになりますのでそちらもぜひ一緒に登録をしてください毎日テニス上達のためのメルマガを配信していますこちらはテニス上達のためになる情報をメルマガで配信をしていますのでこの概要欄の下に無償のプレゼント きのメルマガ登録ができる URL が記載されていますので、そちらから登録をお願いします。また、Facebook、Twitter、Instagram にも投稿していますので、そちらも一度見ていただければと思います。はい、これからも様々なテニスに有用な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。